ようこそ。 一瞬で決着をつけた。敵にすると効かないけど、時間になると頼もしいな。やられたかと思ったぜ。 何者だか知らんが、この俺様の邪魔をする奴は誰一人として許さんぞ。まだまだ出る。俺だってちゃんと修行はしてきたんだ。なんて強さだ。このままで。 悪いな。どうなってやがる。友人ごときがこの俺に歯向かおうというのか。 そうこなくて。どうなってやがる。うっとうしい野郎だ。
まま終わると思うなよ。こんなバカだ。ただの無理じゃない。一人たりとも逃がしませんよ。覚悟しなさい。地球人ごときが私と戦う。今度は私はくだらない冗談が嫌いですからね。勝てないと分かっていて戦いを挑むとは随分無駄な努力をするんですね。虫けらのくせに、ちょっと生意気な。今度は死ぬかもね。危ない。この虫けらめが。こいつらと手を組むのは尺だが、仕方ない。宇宙のゴミ掃除と行くか。苔にしやがって。俺が宇宙一なんだ。勘違いするな。お前を助けに来たわけじゃない。少し暴れたくなっているけど。何をめっ転がってやがる。力はそんなものか。貴様はそんなもんじゃないはずだ。フリーザ、いいだろう。カカロットの出番はないぞ。私の恐ろしさを忘れてしまったようで思い出させてやるぞ、ベジータ。貴様の実力で俺に勝てるわけはなかろう。そいつをどうか。そうだ、今の感じを忘れるんじゃないぞ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。
ようこそ。僕と同じ地球人だ。なんだか嬉しいな。始めましょうか。貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。そいつどこに来るのか。一瞬で決着をつけてやるよ。だが勝負はこれからだ。チェッ、壁を。何をちんたらしてやがる、うっとうしい。続きます。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お前たちに。サイヤ人たちのためにも、そしてナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ飛ばせ。
あれが恐竜に勝てると思ったんだ。いざ目をぶっ倒す。カルロ君は一匹も生かしてはおきませんよ。ゴクー、今度は死ぬかも。知らぬくせに生意気な。うるさんぞーくよっ。次から次へと殺し合う。クリリン待て。もう許さない。絶対に許さないぞ。おめえ、本当に強いんだな。それが限界だとしたら、とんだ期待外れだぜ。ようこそ。毎度いらっしゃいませ。毎度
毎度いいもの入ってるよ。やあ、結局真の力とやらを見ることもなかったな。やんねえ。死ね。ちって、貴様何をする。邪魔をするな。もう少しでセルを倒せたんだぞ。こら、俺より目立つな。なんとしてもミスターサタンを守ってください。彼は死なせてはいけない人なんです。助け出しなぞいらん。俺一人で十分なんだからな。生きてる。まず何者だ。わざわざ女のを助けるなんて人がいいやつだな。おい、だから俺より目立つなと言っとるだろうが。あ、いつまだレベルの違いに気づいていないんだ。バカな世界チャンピオン。おお、
飛び入りしてくるだけの実力はあるようだな。当然だ。俺は世界ナンバーワンだぞ。貴様のトリックなぞ俺には通用せん。くらえ。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。さあ、とどめだ。うるさい。おい、だだ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 。あ、よかった。生きてますね。じゃあ、いよいよ次は。なんなんだ、貴様らは。俺の邪魔をするな！なんだって？おいしのこいつも邪魔ばかりしやがって。なんだ、何が起きてるんだ。まさに空なんて飛べるはずは。これはミラたちの仕業ですね。いきなり貴様から一番の楽しみ、最後に取っておきたかったのか。そうそう、仕事聞いてなくなる。戦いはこうやってある程度実力が近くなっては面白くない。ああ、オラもそう思う。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。場外負けというのはルールから外そう。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。まだ起き上がってくるなんて。これは相当強い力を送っているはず。きっとミラたちも近くにいるんです。こちらで探してみます。
もう少しサタンを食い止めてください。エリカ、おめえの強さよーくわかった。オラもうやめとくわ。うん、おめえの出番だぞ。何だと。あのバカ、何を言ってるんだ。自分の息子をみすみす殺すか。不条理を聞く。何を言うかと思えば孫悟飯だと。いるな、ご飯。僕撃てると。ねえご飯、世界の中取り消してやるんだ。隠しさんになりてんだろ。わかりました。やってみます。孫悟飯か。なかなかの奇遇を感じる。孫悟空の言ったことは、まんざらはったりばかりではなかったらしい。だが、この私に勝てるとは、いささか言い過ぎだった。すぐに殺した。とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。お父さんは、少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。サタンから感じた怪しい気は全て消えたようです。これでもう起き上がれないはず。今度は貴様たちそんなくそったれ。セルジュニア、こいつも本来より強くなっているのか。お願いします、皆さんを守ってください。クッソ、恐ろしく強いぞこいつら。いいだろ、絶対に勝てるさ。小さくても私の子供。わずかに気が膨らみつつ、やっと怒りを感じた。早く進化を見せると、取り返しのつかみのことに、ベジータやトランクスでやっと合格の戦いだ。体力を失っている孫悟空も危ない。みんな、すまねえ、これは派手じゃなかった。みんな殺されてしまう。本当にすごい力が隠されているのか。その力を出したい。だけどどうやったらその力が出せるのかわからないんだ。
ぞ、お前たち。やっと真の姿を見せたか。それで面白くなってきたぞ。ずいぶんご飯さんが完成しましたが、何か様子はおかしいです。ご飯さんの気はこんなまがまがしいものではありません。これは奴らミラたちの仕業だ。なんて邪魔だ。ミスター・パタンから感じた怪しい気はすべて消えたようです。これでもう起き上がれないはず。今後は貴様たちに。そんな腐ったれ。全然やる。こいつも本来より強くなっているのか。お願いします、皆さんを守ってください。気つけろ、恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ、絶対に勝てる。小さくとも私の子供たちだ。やっと怒りを感じしたようだ。早く進化を見せると取り返しのつかんことになるぞ。ベジータやトランクスでやっと互角の戦いだ。体力を失っている孫悟空も危ない。みんなすまねえ、こんなはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どうやったらその力が出せるのかわからないんだ。やっと真の姿を見せたか。それで面白くなってきた。ついにご飯さんが覚醒しましたが、何か様子がおかしいです。
ゴハンさんの気はこんなまがまがしいものではありません。これは奴らのミラたちの仕業だ。邪魔だ。貴様それでも俺の弟子か。いらっしゃいませ。
やあ。ミスターサタンから感じた怪しい気は全て消えたようです。これでもう起き上がれないかしら。今度は3連発。そんなくそったれー。セルジオや、こいつも本来より強くなっているのか。お願いします。皆さんを守ってください。気付けろ。恐ろしく強いぞこいつら。無駄だ。絶対に勝てはせん。小さくとも私の子供たちだ。わずかに木が膨らむ。いいぞ、やっと怒りを感じ出したいのだ。早く進化を見せて取り返しのつかんことになる。ベジータやトランクスでやっと合格の戦いを見せる。体力を失っている孫悟空も危ない。みんなすまねえ、こんなはずじゃなかった。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を借りたい。だけど、どうやったらその力が出せるのかわからないんだ。やっと真の姿を見せたか。これで面白く持ちきった。ついにゴハンさんが覚醒しましたが、何か様子はおかしいです。ゴハンさんの気はこんなまがまがしいものではありません。あの奴らミラたちの仕業だ。いい気になるなよ小僧。まさか本気でこの私を倒せるとし。思ってるんじゃないだろう。倒せるぞ。大きく出たな。消えてなくなる。Ha ha ha!
出しです。すぐそばにいます。セルジュニアを倒したら、ひとまずセルはコハンさんに任せて、すぐ向かってください。どうした？貴様の力はそんな程度じゃないだろう。いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら？あら、またあんた。しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギー。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない！はあ！あんたはトランクス。なぜここに。俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そう。あんた違う歴史から来たのね。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だってふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼したいわ。科学者が実験して何が悪いというの。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がっかりさせるな。強すぎる。こっちは二人がかりだっていうのに。言ったはずだ。がっかりさせるな。この程度ならすぐに始末してしまえばよかった。Ha ha ha ha!
ぞ。なかなかのエネルギーだ。本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。こいつ、やっぱりただものじゃない。全力で来い。1秒でも長くもがいてみせる。気をつけてください。半端な強さじゃない。教えてやる。あんたはトランクス。なぜここに。俺たちは時空の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そう、あんた違う歴史から来たの。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だって。ふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼しちゃうわ。科学者が実験して何が悪いっていうの。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がっかりさせるなよ。強すぎる。こっちは二人がかりだっていうのに。言ったはずだ。がっかりさせるなって。この程度ならすぐに始末してしまえばよい。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。こいつ本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。
こいつやっぱりただものじゃない。全力で来い。一秒でも長くもがいてみせろ。気をつけてください。半端な強さじゃない。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。まだ力を隠していたのか。お待たせミラ、今回はここまで。一旦引きましょう。どうしたソンゴハン、より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。俺は、また敵の機関のサポートさせてもらいます。すみません。よろしくお願いします。セル！死の淵から蘇ったこの人。私はさらに、パワーアップして戻ってきた。何がおかしい。気でも、出てる。僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの肩に乗ってきました。ぜひこの手で殺したかったと思った。神が殺したんだ。急に様子が。ミラたちのせいでしょうか。ゴハンさんのパワーが落ちているようです。ゴハンさんを助けてセルを倒してください。聞いてなくなれ。カミハミハ。どうした。貴様の力はそんな程度じゃないだろう。この私が。よっ、よりよかった、あいつ。やったやった。どうやら助かったようだな、俺たちは。